米騒動、特集される。でもやめろよ。テレビ放送した米騒動。出川のプロ野球順位予想2023に出演した井戸田が、米騒動について取り上げた。立浪、そんなに食べて大丈夫か？細川、大丈夫です。任せてください、井戸田。その試合で、全試合凡退して、次の日からお米がなくなった、と話した。この説明について中日ファンから、様々な意見が飛び交っている。試合後にはお米食べれるよ。スタメンの野手にもおにぎりは出るんだけどね。さすがにこれ説明不足すぎるだろ。これが面白いと思って話してるのが呆れる。デマを広めてるやん。ガチで井戸田嫌いや。これで中日ファン名乗るのやめてほしい。ファンフェスの司会もつまらんかった。大野と柳がやった方が面白いわ。急にスピードワゴン対決した時は場がしらけた。米騒動ネタをまだやるのずうずうしい。あんたは中日について話すんじゃなくて、今問題になってる相方の説明しろよな。もうやめませんか？ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。